こんにちは今日でお正月の三が日は終わりですね。旦那さんが今日休みだったので一緒にイオンに行ってきたんですがすごい混みようでしたあの土日はいっつも混んでるんですけどその土日よりももっとなんかもう比較になんないくらい混んでました駐車場を探すのも大変で。 立中に止めようと思って立中に入ってったんですけどずーっと満車で結局屋上に止めました、えっと、そしたら今日もまた、えー、あちらの一家の息子さんのことを占っていきたいんですが、えー、第一候補がつくばででもつくば以外にも確かどっか考えてるところがあったよなと思いながらえー、でもどこだったかなって思ってたんです。 でそしたら何人かの方がコメントくださって「農大一高はどうなるんですかね?」みたいなコメントをくださって「ああそう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 だ農大一高だったな」って思ってでちょっとあのネットで調べてみたんですけど毎年早稲田や慶応にも入ってる結構難しい高校みたいですね。で去年は京大には1人入ったそうです。 で、農大一高っていうのは、正式名称が、東京農業大学第一高等学校だそうです。そしたら、あそこの息子さんが、そこに入学したら、どんな学生生活になるのか、占っていきたいと思います。 え全体的に今までで一番いい結果が出ました3つの高校の中で、えー、東京のお題が、うん、一番あの合ってるんじゃないかなと思いますえ女教皇の正位茶が出てるのでここの高校では勉強についていけるようですで心もあの穏やかで。 えー、どっちか学習院か筑部かどっちか占ったらこの悪魔が正位置を向いてたんですよ。でも今回は逆位置なので、こうなんかあ勉強しないで遊びたいなっていう気持ちには打ち勝てそうです。ちゃんと勉強できそうです。で、そして節制の正位置も出てるので、穏やかな気持ちで学生生活を送れそうです。 でただ魔術師の逆位置が出てるので何か状況うまくいかない状況になるみたいなんですけどこの人はすごい器用で、えー、何でもこううまくこなすんですね。でコミュニケーション能力も高いし、えー、これからのステージに対する準備もちゃんと整ってるやる気もある。 っていう人なんですでそれが今逆を向いていてなのでこの人が持ってる要素の何かが欠落してしまってるんだろうなって思うんですがで何が欠落してるのかなって考えた時に息子さんの立場のカードがえ恋人の逆位置が出ていてで周りの友達の立場で力の逆位置が出てます。でなので うんちょっとコミュニケーションがうまくいかずに少し孤立してしまうところがあるのかなと思いました恋人のカードが正位置だったらみんなとうまくやれるってことなんですけど逆位置なのでみんなとうまくやれないでそして力のカードが正位置で出てたら周りの友達たちは息子さんのことを受け入れて うまくやっていくってことなんですけど逆位置なので、えー、息子さんのことを周りの人たちはなかなか受け入れられないって出てしまっていますなのでこの魔術師が表しているのはコミュニケーション能力が足りないっていうことなのかなと思いましたで、そして息子さんは一人でいる時間が多くなりそうです ただ多分友達が全くででできなないいいってううわけではないと思うんですよ最終結果のところに聖地、えー、のカードが出てるので少ないかもしれないですが友達はでき,るできるんじゃないかなと思いますあとあのー、息子さん自身が一人でいることを苦に思わない方なのかなと感じました 最終的には自由にのびのびと学生生活を送られることになりそうですで、そして、えー、ちょっと気になったのが願望のところに女帝の逆位置が出てるんですねで、だから自分が皇族であり地位と名誉もお金も持ってるっていうこの自分が皇族っていう立場を隠したいのかなと感じました 周りとうまくやっていくためには自分が皇族であるってことをあまり感じさせないように隠して人づきあいをしていったらいいんじゃないかって思われるのかなと思,思いました、ね、今までいろんなことがあってかなり窮屈な思いをされてると思うので自由にのびのび生活できる ここの高高校が一校が一いいいんじゃないかなかと、私はカードを見て思いましたで最後にアドバイスカードなんですけどもんこれが逆位置で悪く出ていてなんだろう息子さんの気持ち的にはここの高校では穏やかに過ごせそうなんですけどでもカードは「 運命が悪いい方向に行っっっちゃてててるよ気をつけてと言っています高校生活はここの高校を選んだらうまくいきそうなんですけどもその高校生活とは違う息子さんの運命が少しずつ悪い方向に傾いていってるのかなと思いました。 そしたら今日の占いはここまでです。じゃあまたねー。